はい、今日もですね、動画を見ていただきありがとうございます。あのですね、今日はヨガのね、ヨガでこの人はヨガっていうのはどうしてですね、心のね、心とよく体の話をこうすると思うんです。で、僕あんまりよく知らないですけど、ピラティスとかはそんなに心のね話ってのはあんまりしないと思うんですね。ピラティスとか他のものってのでも、ヨガってなんか知らないですけど、体操だけじゃなくて心の話をね結構しますよね。で、どうしてですね、ヨガがですね、心、例えば心のね、心理療法的なことをね、こうヨガはよく言うことがあるんですけれど、どうしてですね、ヨガが心理療法なのかっていうのをね、ちょっとですね、ここで説明したいと思います。で、例えばですね、ヨガの場合ですね、この人は緊張してるかとかストレスがかかってるかっていうのを、瞬時にね、その人が、その人はストレスかかってる、例えば心の状態がどうなのかっていうのが瞬時に分かるというか、大体予測がつくようなことをねがあるんです。例えばですね、まずここですね、ヨガをやってたとします。で、僕が先生だとしたら、じゃ皆さん右にね、こうやって気をつけしてした姿勢で右にちょっと倒してみてくださいってこう言いますね。で、ゆっくり元に戻して、で、今度はですね、右手ですね、右のね側頭部をこう持ってもらって、で、顔はね右に倒そうとする、この右手はですね頭を押そうとするという形で、鼻から息吸って押し合いながらですね、息止めないように声を出します。で、鼻から息吸って、また手を楽にしながらね、元に戻します。で、終わりましたらですね、右にねもう一回倒してもらうんですね、右に。そうするとですね、普通緊張してない、例えばストレスかかってない方だと結構さっきよりねよく右に曲がったりします。で、その時にですね、今右に、さっきより右に曲がった人とかって手を上げさせたりするんですけども、で、ここでですね、例えば、いや私は全然なんか曲がらないんだよねとかいう方がもしいたらですね、一つのその指針というか見立てというかね、予測なんですけど、常に毎日ですね、どこかで緊張を強いられてストレスがかかってるから体を緩めることができないっていう、指針というか見立てることができるんです。で、これ例えば何に使えるかっていうと、こうカウンセラーの方とかだったら、例えばね、心を扱うカウンセラーの方だったら結構ですね、これは有効だと思う。この人なんか来てね、この人結構なんか心のあれがあるのかなとか、ちょっとね調子が悪いっていうのは、カウンセリングしてる、来ればね、そういうのもあると思うんですけど、大体カウンセリング来るってことは何かしら持ってると思うんですけれど、例えばそういうふうにこう見立てることができるんです。で、例えば、そういう方に、そういう方がね、いたら、この人はなんかどっかでこう緊張してるんだなとか、緊張は強いんだなって言えば、例えば個人的なね、アドバイスとかレッスンの中で、ちょっとですね、もうちょっと負荷をかけてみたり、体の負荷をかけてみたりとか、なんか緊張とこの緩みをね、少しこう、交互にこう与えるようなことをこうやっていくっていう。これもヨガの特色というか、心理療法的な
ヨガなんですけど、もしよかったらですね、こういうのがあるってことだけね、ちょっと覚えておいてみてください。また心理療法士さんとかでね、ちょっとね、興味がある方は、これね、一回こう、なんか初めて来た人がね、どのぐらいなんかこう、緊張してるかっていうのがあって、さっきのやつね、倒してもらって、こうやって、息吸って、また、で元に戻して、倒させてみるというのをやってもいいと思います。はい。で、もしね、結構リラックス、ストレスがね、こう、少しずつね、緩和してくると、これをやった時にですね、結構、自分は結構曲がってるなとかすると、まあ、回復の目安じゃないですけど、体緊張してない、心は緊張してないんだなっていう、少しね、緩和されてんだなっていうのをね、少しその目安というか、指針というかね、そういうのもなると思いますので、はい。ぜひね、ちょっとね、今日はヨガと心のこの関係というかね、そういうのをね、ちょっとお話ししていました。はい、ありがとうございます。